ちゃん、同期のいろはちゃん、まだデビューしてないんですが、いろはちゃんからも、こんなツイートがされてました。さか、あ、真似しちゃいけないのか。真似しちゃダメだよね。まだね、みんな知らないからネタバレになっちゃうな。どうしようかな。坂本、坂本一になったら起きるでござるか。いくらなんでも、寝すぎでござり。起きないと、お尻ペンペンでござりよってね、ツイートしてくれました。本当にね、いろはちゃんってすごい優しくて、本当怒るタイプでも何でもないんですけど、めちゃくちゃね、この時ばかりはね、ポンポンって感じだったから、はっきり言って興奮しました。叩いてって、もっといいよって言おうと思ったけど、あんまこういうこと言うと、良くないんですかね。まりちゃんから連絡来たらやめますね。はい。ちょっとね、興奮するところがございました。ちょっと新しく目覚めちゃったかなって、夢の扉開けちゃったかなって。